ぱり僕はいろんなものをやっぱこうやって応援してくれてるみんなに返していかないといけないなって、うん、金がなくなったから芸能界復帰するんでしょみたいなこと言われたりとかさ、いや逆に稼いでたんだけどっていう稼いだもん。でもさ、本当に思うんだけどね、この映像を見てね、まあ少しでも届けばいいなと思うのは、決めたことやれ、毎日決めたことをとにかくやれ、でちょっとずつでいいから負荷をかけろ、昨日できたことをただただ毎日繰り返すだけじゃなくて、ちょっとずつでいいから自分に対して負荷かけてんなっていうことをちょっとずつでいいからレベルアップしてやっていけば、自分がこの年になっても進化してる、成長してるって感じれるから。まあね、僕の場合はさ、もちろんその病気したことがあるから前の状態から良くなったかって言われたらそれは分かんない。だけど少なくとも前に進んでいるかどうかって言われたら進んでる、それは自信持って言える、し、でもなんかその病気になられてその後からの学徒さんのチームの人たちの動きも素晴らしかったですよね。その、まあ、もちろん初めはいろんな仕事がキャンセルになったりとかその対応に追われてると思うんですけど、その後とかも日本で一旦その全ての仕事がキャンセルになるわけじゃないですか。でもそんな中で、まあ、学さん の, そのメンバーの人たちと話をしていたら、みんななんか逆に今ここ頑張んなきゃみたいな、まあ、仕事はなくなるんだけれども、その学徒さんがいないからお仕事なくて食えなくて、でも給与が必要とかそういう状態になるわけにはいかないから、自分の分ぐらいは自分で稼げるようなチームじゃないとただみんな依存する感じになっちゃうからっていうのを結構みんな真剣に考えて、こうすごいテンション上げてやってたりとか、もちろんねすぐにどうこう、もちろん種まきも必要じゃないですか。でもなんかもうすぐ車売っ払ってマンション変えてとかっていうのを一気に物をバーッと売って、いらないもの全部売ってとかっていうところから、あとその何かそういう仕事で一旦学生さんがどんだけその復帰するまでに時間かかってもそのチームが崩れないように、なんかそれぞれが一人でも食える状態みたいな、で学生さんが復活したらそこに集中できる準備みたいのを結構この1年すごいみんながこうやられてる感じがあって、なかなかそんなチームないじゃないですか。普通だったら仕事なくなった、お金入らない、そしたら給与払えないから、じゃあ会社一旦解散するしかないですねってなっちゃうじゃないですか。でそうじゃなかったっていうのがやっぱ強いなと思って、まあ感謝してる本当にそういう仲間に恵まれていることも含めて感謝してるし、ファンのみんなにもすっごい感謝してるし、やっぱり僕はいろんなものをやっぱこうやって応援してくれてるみんなに返していかないといけないなって、それは思う、本当に、そうですね。でここから仕事の方はどういうふうにこう、まあ、僕が知ってるところで言うと、よくニュースにも出てた病気になる前とかに映画とか結構有名な映画とかいろいろあったじゃないですか。でそういうのが一体のでここから今年仕事をまた復帰させるっていうと、どんな方向のことをやられていくんですか。映像系の仕事で撮影とかが、はい、まあキャンセルしたものもあるから、それは少なくとも迷惑かけたっていうのもあるし、やれることを全力でやろうっていうのはある。
あとライブのパフォーマンスに関しては声が 100% 戻ってるわけじゃないし、今はもう普通に喋れるようにはなったからね、喋ることはできるけども歌うっていうことに関してまだステージいけるかなっていうところがあるから、それがもう少し時間欲しいっていうのは正直ある、だけどもうチームの連中はライブのことも話してるみんな、で僕の性格なんだけどね、治ったらやりましょうではなくて決めたらやろうっていう、いつっていうのを決めたら、そう決めたらそこに間に合わせて戻すしかないって、そう思うし、そこまでに必ず戻そうって、そう思ってる。あとはね、クライアントの方たちも、まあったかい方たちがやっぱ多いっていうか、離れていく人は離れていくんだけど、別にそこはさ、いいじゃん、ね、逆にさ、応援してくれて学徒が復帰するんだったらって言ってくれる人たちもたくさんいてくれるし、それは本当ありがたいことだなって思うしね、なんかね、どこの誰か分かんない人に金がなくなったから芸能界復帰するんでしょみたいなこと言われたりとかさ。そんなこと言われるんですか。言われる言われる。でもこれだけはこれだけは言わせてほしいんだけど、はい、僕ねこの2年間やることなかったじゃん、はい、だからね金だけ稼いでた暇だったから闘病しててください稼ぐしかやることないんだもん家の中で、本当に本当稼ぐしかさやることないんだもんね。テレビゲームしかやることねえみたいな言い方で本当につまんねえなとか思いながら思いながらお金稼いでた稼いでたこれは批判ですよ、批判案件ですよ。いやいや、だってさみんなさ、まあ、僕が聞くにはだよ、アクトはもう騙されて金がなくなったからまた芸能界復帰するんだみたいなことをなんか言われたんですけど本当ですかみたいな来て、嘘みたいな、いや逆に稼いでたんだけどっていう闘病しながらこう稼いでたんです。すごい時代だよね。だってさ、iPad 一つ、携帯一つで PC、まあ、ラップトップがあるだけで何でも稼げんだなって、そうなんですねって思った。すごいなって転んでもタダでは起きないですねいやいや違う、転んでもタダでは起きないんじゃなくて、転んだから転んだ状態で稼げるの何かなって暇だから暇だったからなんかないかなと思って暇だったからやってたの。暇だったからそのネットでできる、まあ基本的にはまあトレーディングがほとんどなんだけど、いろんな取引やり始めて、でも暇じゃん、それしかないんだもん。だって決めたトレーニングやって、歌の練習やって、で、まあ、食事食べて、これ以外の時間全部あるんだよ、暇でさ、暇で稼がれてる額が日々駆けずり回ってる僕の何倍にも稼いでそうだね、闘病しながらちょっと言えないけど、ちなみに僕あの投資系、まあ、いわゆるこれ投資って呼ばれるものじゃん、言えないけど金額、表ではねバーッとこんだけ稼いだってなんか言われ、また言われるからでもね、2021年僕一番稼いだ、稼いだ僕、マジっすか、いろんなことに今まで散々投資してきたけど2021年が一番稼いだんだよ、理由が暇だったから時間があったから、もうこのまま暇な方がいいんじゃないですか
いや、あのね、お金稼ぐってね、退屈。退屈なんですか？退屈。感動がない。え、でもバンって儲かった時にやっしゃーってなんないですか？いや、あるよ、最初は。でもただただ繰り返すだけだからさ、作業を、はい、そこに感動がなくてね、僕これ違うなって、暇じゃないとやっぱできねえなって思ってじゃあガクさんの生涯最高年収っていうのは、暇だった時に暇つぶしにやったことがあのね、最高年収とはちょっと違うけど、うん、最高年収ではなくて、自分一人で投資でやって、投資で得た金額はおそらく記録だと思う。へえ、すごいな、そんな稼いでたんだ。暇だったから、それだけ。なんか今まであったその闘病とかですごい辛い大変な思いされてたんだなっていう気持ちがどんどん消えていく。なんで？ひどくない？羨ましさとともに。なるほどなるほど、そうだったんですね。いや、そうだから僕が思うのは、はい、体調悪いから仕事できないとか、はい、まあ、ちょっと言い訳じゃない？うん、まあ、まあそう言われるとそうなりますね。そんな闘病しながらでも、その間にその投資とかその投資とかを覚えて見つけてやったりとかしたわけですね。そう、そう。その前に種まきしたのが花咲いたわけではなくて、違う、その間になるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。ありがとう。今日はちょっとこんな感じでですね、お疲れ様でした。次回また4冊目の続きの、ね、お話をいろいろお伺いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ、世界の驚嘆に値するガクトの真実である。全ての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースヴィレッジ。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.